クイリナーレ宮殿王の間にあるフレスコが、先代半祖、伊達政宗による、慶長圏王施設のローマでの様子を描いており、前列左が長谷倉常、ハセクラツネナ前列右が、ルイス・ソテロである。クイリナーレ宮殿は、ローマの七宮の一つクイリナーレの丘にある、グレゴリウス13世のパラッツォで、イタリア共和国大統領官邸として使われている。クイリナーレ通りと、 クイリナーレ広場に面した、この宮殿は、1583年、教皇グレゴリウス13世の夏の住居として建設された。また、ここで1823年、1829年、1831年、1846年の4回、コンクラーベが開催されている。 1870年まで教皇の住居及び教皇領政府の役所として使われていたが、同年9月に教皇領がなくなった。5ヶ月後の1871年、ローマはイタリア王国の首都となった。その後イタリア国王の公式な宮殿として使われたが、ビットーリオエマヌエーレ3世を代表として、実際には他の場所を住まいとした王が多く、 クイリナーレ宮殿は単に公務の場としてのみ使われることが多かった。1946年に王政が廃止されると、この宮殿はイタリア共和国大統領の官邸となった。大統領の中にもここを使わなかったものがおり、例えばアレッサンドロ・ペルティーニはトレビの泉の近くにあった元々のアパートに住み続けた。ファサードはドメニコ・フォンターナが設計した。 大礼拝堂はカルロ・マデルノが設計した。グイド礼二作のフレスコ画もあるが、階段の上にあるメロッゾ・ダ・フォルリのフレスコが、祝福するキリストが有名である。敷地内には18世紀に整備された有名な庭園がある。クイリナーレ広場のパノラマ。左端がクイリナーレ宮殿この宮殿の庭園の位置、ブロック北西にバルベリーニ宮殿がある。 庭園の南西に走っている長い壁と通りを隔てた、位置にベルギーにの立てた、小教会であるサンタンドレ・アルクイリナアーレ教会がある。その通りを北に向かったところにある交差点の角には、ボルミーニのサンカルロアルレ・クワットロ・フォンターネ聖堂が、ひっそりと立っている。ファサードから西に向かって、路地を通っていくと、トレビの泉がある。1946年以来、 すべての銀器と共和国の儀式議長の高い表現によってカバーされユニークなコレクションです最古の銀イタリアのデザイン会社セッソ1882です。ありがとうございます。